はい、今から僕が開発したこのチビカートルスプーンの 0.4g でちょっと切ってみたいと思います。基本的に今のこの状況として魚が浮いてるんで、竿を立ててバジングしたいと思います。で、竿の角度もこのくらいだといい感じでこうバッティングできる。月影、殻を月影、0.4g。